あのですね、まあ、夢のある言い方をすると、宝箱ですよね、地球の。厳密に言って5回目ですか。南極には4回行くんですけれども、はい、過去1回行った南極行動では行きもフリーマントル、帰りもフリーマントルというのが経験しましたので。南極ってどんなところなんですか。南極一言で言うとあのですね、まあ、夢のある言い方をすると、宝箱ですよね、地球の。100万年前の氷っていうのはまだどこの国も取ってないんですか。それはないですけど、世界最先端の技術を搭載したこのしらせのみできることですか。しらせというか、しらせで運んで観測隊員が大陸で地道に掘っていくしかないです。今回あの簡単にできるもんじゃなくて、これからですからね。どれぐらいの、10年ぐらいの関係ですか。10年あまだあの掘る場所を探している段階で、それがその掘ってみないとわからない自分もあるんですね。72万年前の氷まではあの前回掘った時に掘ってるんですよ。これ掘ったんですけど、一番底が水になってたんですね。あのやっぱ圧力高いと氷があの水になるんですよ。その目的としてたやっぱり80万年ぐらいのそういう世界最古の氷までは到達できなかった。それは掘ってみないとわからなかったことなので、やっぱり圧力が高いのと、あの地下からの熱量が多かったんですね、思ってた以上に。それなりにやっぱり面白いところなんです。ですよね。気持ちは今南極ですか。ああそうですね。だからね、フリーマントル出たらもう I think we see it like this.